こんにちは、ライムです。今回はエイプリルフールキャンペーン全青無料11連召喚、こちらやっていきたいと思います。これ受けたよねちょっと遅くなっちゃったんだけど、あのエイプリルフールイベントもありましたし、難易度めちゃくちゃ高いやつ、しかも自爆してくっていう、あれも動画撮れればよかったんだけどね。はい、撮った方がよかったなと思いました、やった後に。で、今回ガチャも来てて、この全青召喚ネタでしかないはい、でもこの全青召喚ね、あの星5が確定っぽい雰囲気があるんで、一応全青とは言うけどね。はい、ということで一応これ回していきましょうかね。あんま期待はしてないけどね、あのまあ本当ネタですよねあ、でもここの絵面はさすがに全青じゃないんだね。ここも全青だったら面白かったんだけど、さすがにそこまではしなかったんだね。さあ、お？お？ここでもうあれなんだ、虹クリの演出入るんだ。全青とは言うけど、こういう演出はそのまんまなんだ。お、アーバインじゃん。はいはいはい、アーバインね。持ってなかったね、これ。星5で出る。星5で、そっか。全部星5で出るんだね。星3のやつも。星3のやつも全部、だからこれあれか、全部ニューになっちゃうわけか。星5に進化させないもんな、星3のキャラなんて。なるほどね。新鮮だね。これは新鮮だよ。うん、これは本当こういう時にしか見ない。あ、でもキュアノス、あれキュアノス星4だっけ、これ。星 3? ティム、うん、この辺は別にどうでもいい。フリオニール、うん。さあ、あ、そうだね。だからこれ11連全王11連召喚で、最初と最後のキャラが星5確定なのかな。だからこの場合だったらアーバインとクルルが星5確定枠で出たという感じですね。多分だから全部そういう設定になってんじゃないかな。大体どの方のあのガチャ結果見てもこの感じなんで、多分2つ星5確定みたいな感じなんでしょうね。だからこれはまあネタとしても面白いし、まあ星5確定、無料で星5確定っていうのもすごくね、いいガチャですね。これいいイベントだったと思う、普通に。普通にありがたい。アーバイン持ってなかったんで。アーバインは、トラマスが、これキラーついてんだっけ？あ、リミットバスト 10% か。スパトラ？スパトラがキラーだっけ確か。アーバイン。獣かなんかのキラーついてたイメージあるんだけど。まあ、ありがたいですね。持ってなかったし。はい。まあ、そんなわけで、皆さんの結果どうだった？かな。多分ね、まあほんと無料でできるんで、まあその文句とかね、言える筋合いでも ないし、まあ当たったらラッキーだねと、欲しかったやつが当たったらラッキーでしたねみたいな感じで、まあこれいいエイプリルフールイベントでした。来年も続いてくれると嬉しいですが、といったところで今回のここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。